エリカちゃんです。私と同じ食堂関係とお屋敷の管理をやってもらってますの。これからもよろしくお願いするにゃん、ご主人様。と、まあ、私含めてこの5人がこのお屋敷で働かせていただいているメイドですわ。きっと管財人のおじさん勘違いしてたんだにゃ。お食事が出来上がる時間ですわ。席についてお待ちくださいね。こちらにお座りください。腕によりをかけましたの。はい、お口に合うといいんですけど。うずらです。
取り立てですのよ。ご主人様、これも食べて。私たちがご主人様とご一緒にお食事するわけにも参りませんでしょう。私たちは給仕役なんだにゃ。何か。それでは、給仕をする者がいなくなってしまいます。それはダメです。だって、ご主人様にそんなことされたら、私たちのお仕事がなくなってしまいますわ。フィン、どうしましょう。エリカ、ご主人様と一緒に食べるにゃ。あなたには聞いてない。アメリア、冷たい。私はご主人様の望まれるようにしたいです。したわね。そんなことありませんよ。確かにお食事はみんなで食べた方が美味しいですものね。ご主人様、これどうぞ。あ、それエリカが食べさせてあげるんだにゃ。エリカ、うるさい。あのご主人様、お肉お好きですか？ご主人様はお魚の方が好きだにゃ。この魚、今日エリカが取ってきたにゃ。美味しくないかにゃ。でしょー。
はい。ご主人様、今お風呂を沸かしてますのよ。よろしいですのよ。それでですね、お風呂の準備ができるまで少し時間がありますの。それで、その間にこのお屋敷をご案内しようと思うんですけど。それでですね、今下でみんなにそのことをお話ししたら、みんな自分が案内したがって。ご命令ください。私がご案内します。もちろん私もご案内したいわけでして。
ごく楽しみにしてたんですのよ。ご主人様をご案内するの。こちらが書斎になります。好きな方でしたのよ。では次の場所にご案内しますね。でしょうか。ご主人様をずっとお待ちしていたからですわ。次はこちらです。ご主人様が悪いことなんて、そんなこと絶対にありませんのよ。ご主人様は罪なことをしているだけです。こちらが客間です。あらあら、どうでしたかしら。次に行きましょう。何でしょう。
よよ。こちらが2階のテラスです。よよ、主人様は私をお選びくださったのに、他の子のことを。ここからは中庭が一望できます。よよよよ、2階の各部屋に通じていますので、お部屋から直接来ることもできますのよ。よよよよ、本当ですの？嬉しいですわ。さあ、次に参りますわ。こちらです。ここから左が食堂、右は広間ですのよ。はい、パーティーも開ける立派なものですよ。元はといえば、この屋敷は北欧の貴族さんの持ち物だったそうなのです。嬉しいですわ。朝、お屋敷の周りを散歩すると本当に気持ちいいんですのよ。あ、ご主人様は朝は弱い方でしたか？ですか。
そうそう、屋敷の裏側には焼却炉があるんですの。そんなところでしょうか。それでは中に戻ります。先ほども紹介いたしましたフロアです。たくさんのお客様を呼んでティーができるほどの広さですわね。これで一通りですわね。先ほどお食事をした右の食堂ですわ。何か質問はございますか、ご主人様。でしたか。一生懸命腕を振るったんですのよ。分けてくれるんですのよ。それはもう優秀な狩人なんですの。ご主人様、私を選んでくれて本当に嬉しかったですわ。それではこのままお風呂にご案内。主人様、探してたにゃー。